うん。あれ、みなぎは？夏期講習とかで学校だ。国崎ゆきとは暇なの？あ？ねえ、みちるとデートしよう。ああ、毎日毎日あっちな。あのな。なんだよ、ずっと黙ったままで。お前の方から誘ったんじゃないか。みなぎ、家出してるでしょ。隠してもダメ。みちるは、みなぎのことちゃんと見てるんだから。そっか。みなぎが元気なのはすごく嬉しいけど、いつものみなぎじゃない。なんか、寂しいのをごまかしてるみたい。やっぱり、もう無理なのかな。無理って、何が？すみませんでした。あ、お手数をおかけしまして。いえ、あれは構いませんよ。お母さん、また何かありましたら遠慮せずにいらしてください。みちる、それでは失礼いたします。大切な人に忘れられるのってやっぱり悲しいことだよね。でも忘れただけならいつか必ず思い出せるから。やっぱりこのままじゃダメだね。お前何を。みちるはあんなみなぎを見るためにいたんじゃないもん。何言ってるんだ。みなぎはもう夢から覚めないといけないのに。ねえ、国崎ゆきとはみなぎが家出したままでいいと思ってる？国崎ゆきとはみなぎに何をしてあげられる？みちるはもう何もしてあげられないから。だから国崎ゆきとがしてあげられることをしてほしい。みちる、みちるは先に帰ってるよ。じゃあまた後でね。おい待てよ。よう、国崎くんじゃないか。今日も無駄な努力をしに来たのか。別に芸をしに来たわけじゃ。で、遠野さんは元気か。家出してるんだろう、彼女。お茶でも飲んでいくか。国崎くん。なるほどな。ということは、君は遠野さんを家に返してやりたいわけだな。いや、わからない。彼女にとってそれが一番いいことなのか。まあ、それはそうだな。実際のところ、遠野の母親ってどんな感じなんだ。ん？見たんだ、こっから出ていくの。なあ、本当に娘のことを忘れてしまったままなのか。自分の腹を痛めて産んだ子供のことをそう簡単に忘れてしまえるものなのか。遠野さんの母上と何を話していたと思う？何って。必死だったぞ、母上は。母上はな、何か大切なものをなくしてしまったそうだ。大切なもの？そう、とても大切なものだそうだ。君は君がしてやれることをすればいい。俺がしてやれること？そうだ、君がしてやれることだ。俺がどうの。